阿武熊急行ホーム、月の木駅は、宮城県柴田郡柴田町月の木新町一丁目に、ある、東日本旅客鉄道、阿武熊急行の駅である。JR 東日本の東北本線と、阿武熊急行の阿武熊急行線が乗り入れ、接続駅となっている。阿武熊急行線は当駅が終点であるが、朝夕に限り当たり駅を介して、 東北本線仙台駅方面へ直通する列車も設定されている。阿武熊急行線はもともとは丸森線を名乗り東北本線ともども日本国有鉄道の路線であったため当駅は国鉄の単独駅であった。しかし丸森線は第一次特定地方交通線に指定されたため1986年に阿武熊急行に転換され当駅は 国鉄と阿武熊急行の共同使用駅となった。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ地上駅。駅機能は JR、安野急で共用しているため、安野急は JR 改札内に発着する。駅舎はホームと同一の高さにある。JR 側は岩沼駅管理の業務委託駅。安野急側の係員配置はない。 ホーム上には乗り換え用スイカ改札機はないので、スイカなど IC 乗車券で JR 線からの乗り換え時は改札機で IC 乗車券で一旦出場してから券売機で切符を購入するか JR 友人改札で阿武熊急行線で支払うことを申告して再度改札に入る必要がある。改札口は2箇所あり1階部分のホームに面したものと個線橋の2階部分に 東西自由通路と直結したものとがある。1階改札口には、緑の窓口、自動改札機、自動券売機、ニューデイズが設置されている。2階改札口は、柴田町の要望により設置された。自動券売機及び簡易水下改札機が設置されている。安野ノの企画乗車券は当駅で購入できないので、友人改札で購入の旨を申告して、 角田駅、丸森駅、柳川駅、小原駅、福島駅への到着時に購入する形になる。2番線は、阿武熊急行のリバで、到着時に、列車内で運転士が、運賃収受を行う。その際、定期券、フリーキップ、JR 連絡券を除き、生産済み証を渡されるので、それを友人改札に渡して出場するか、乗り換えた。 列車内の車掌か到着 JR 駅の係員に、渡して、運賃生産してもらうことになる。近年の推移は以下の通りである。ありがとうございます。